今日は特に目的があって出かけてるわけじゃないんですけど、2月だというのにね、結構暖かくなるらしいんですよ。なのでまあ日曜日はね、あまり僕バイクに乗らないんですけど、こんだけ条件が揃ったら乗らないわけにはいかないだろうということで出かけてきております。なんでもね、気温も20度近くまで上がるらしくて、まあそうなってくると手袋も冬用じゃ暑いだろうと、まあそういうわけで例のこれ、風を通すカインズで買ったね、作業手袋、これを使っております。ウェアもね、いつもの冬用のウェアではなく、今着てるのはね、バックスキンになった革のジャケットなんですけど、これ結構ね、風を通しちゃうんで、見た目はすごく暖かそうに見えるんですけど、実際これで冬に走るとめっちゃ寒いだから今日みたいにね、たまたま暖かくなる日、もしくは春ぐらいの陽気ですね、それぐらいの季節に着るとちょうどいい感じですね。今日みたいにね、冬なんだけど気温が日中ね、20度近くまで上がると、まあこういう日に着るとちょうどいいですね。春頃ね、これ着てるとやっぱりちょっとキーな目で見られますよね。暑そうだなっていう目で見られてしまうので、さすがにバイクとよくすれ違いますね。なかなか今日はいい陽気なので、結構バイクがたくさん走ってます。いわゆるツーリングロードではないんですけど、まあ、それでもこれだけバイクにすれ違うということは、宮ヶ瀬とかね、道志とか、まあ、そっちの方行ったら結構バイクで渋滞してるんじゃないですかね。こうやって目的もなしに走り出しても、それなりにツーリングっぽくなっちゃうところが、印西とかね、成田近辺のいいところですよね。田園風景をね、走ってるだけで、もうこれは十分ツーリングですよ。この道はいずれまっすぐ行けるようになるんでしょうね。これまっすぐ行くと成田の方まですんなり行けるってことなのかな。おお、セブンがいますね。セブンってもアレックスセブンじゃないよケータハムかな、ケータハムスーパーセブンっぽいのがいますね。あれももうほぼほぼバイクですよねまあこういうね、いい陽気に走らなくてどうすんだっていう感じで走り出したんでしょうけど、いい感じに多分セレナかなファミリーカーがね、蓋をしてくれちゃってるので、まあ飛ばすことができません。ただこういう日はね、罠も結構仕掛けられているので、逆にねこうやって前を塞がれてた方がちょうどいいのかもしれませんね。今ね50キロぐらいかな、でもちょうどいいですよ、これぐらいがちょうどいい。こいつを買ったばっかりの頃に撮ったインプレッションというか紹介動画でね、メーターにガソリンのね、残量計、燃料計がついてるのに、これタンクの方にリザーブがね、ご丁寧についてるのはなんだかなっていう話をしたんですけど、あれ理由分かりましたよ。これね、燃料計がね結構いい加減これ何日か前に満タンにしたんですけど、もうすでに残量3とかですからね。でしかもね、その3からまあ2になったり3になったりを繰り返して、で急にね1以下になって点滅を始めると、なのでこれ残量がねまだ2あるから大丈夫かななんて思ってたら、実はもうあんまりないのかもしれないそもそも満タンにしてから1個目がね減るまでがすごく早いですね。なぜこんなに減
出るの早いんだろうか。いや燃費もねそんなに悪いわけはないと思うんだけど、ちょっとね理由が分かんないですよね。あと一速で発進した後二速への入りが結構渋かったりすることがありますね。まあこれはねクラッチ切らずにアクセルワークだけでシフトを入れたらカチッと入るんだけど、かえってクラッチ使って丁寧に入れようとするとニュートラルに一回抜けてしまったりしますね。まあここら辺はちょっとね慣れが必要かもしれません。はい、今ざっくりとですが行く先が決まりました。八甲の里神崎に行こうかと思います。これはね道の駅というか、まあ販売所というか道の駅なのかな、でここを初めて知ったのはガイアの夜明けですね。ガイアの夜明けっていう番組でここのことを紹介していて、で発酵食品なんかをね、あまたセブンだ今日はよく見るな。で、道の駅としての特色を出すために発酵食品を主に扱うと、まあ、そういう特色の道の駅です。でここはねだからヨーグルトとかチーズとか、まあ、もちろん味噌とかね醤油とかそういったものを中心に扱うような感じなんですけど、今日の目的は、もつ煮ですね。今ツイッターでねもつ煮のキッチンカーをやってる方のアカウントをねフォローしていて、で今日この神崎に出店してるっていうのを見つけたので今から向かおうかと思っております。この発酵の里神崎はその存在を知って以来ねよく行くようになったんですけど、成田夢牧場でキャンプするとだいたいついでに寄ったりしてますね。結構ねその夢牧場から近いんですよ。だから夢牧場でキャンプして、で帰りに神崎に寄ってまあお茶したりお土産買ったりっていう感じですかね。あと以前動画にしたオートパーラー塩屋も割とここから近いですね。はい、今魔の利根川水郷ラインに入ってきました。まあ、この道はねみんな結構飛ばしますので、川沿いの道をのんびり走ろうかななんて思ってこの道に迷い込むとえらい目に遭いますよ。もうねどうだろう、トラックとかね平気で100キロぐらい出してるんじゃないですかこの道。ほんとやめてほしい。まあ軽自動車あたりでもね平気で7、80キロで飛ばす道ですから、バイクでここ入るときはねちょっと覚悟して入った方がいいですよ。まあもしくは単独で来ず集団でねグループで来てブロックするか。まあ単独で来るとね結構煽られちゃうんで注意してください。ぼちぼち発酵の里神崎に到着です。ここはね高速の出入り口に近いので、まあそういった意味でもいい場所にありますよね。まあ正直こういう込み入ったところは来たくないんですけどね、まあ今日はしょうがないですよね。バイクはちゃんとこうやってバイク専用の置き場があります。やっぱり日曜日ですからね、駐輪場も結構満車でしたね。で目的のキッチンカーはありました。もつ煮だけじゃなくて同じ値段でもつ煮うどんっていうのもあったんですけど、僕はほらうどん食べられませんからね。というわけでごちそうさまでした。はい、発酵の里神崎でね目的のもつ煮にありついて無事出発いたしました。もつ煮はね糖尿病の僕でも安心して口にできる食べ物なので
フラッとこうやってね立ち寄ったところにそういう安心して食べれるものがあるっていうのはありがたいことですよね。ちょうどお昼時だったのでバイクがねすごいいましたよ。まあもちろん車もいるんだけど、平日にあの近辺行った時にあんなにバイクがいるなんてことないですからね。さすが日曜日だなという気がしました。さてこれからはね、適当にブラブラと帰ろうと思うのですが、本当ならねさっきの神崎で、まあ、コーヒーでも飲んで一服したいところだったんですけど、どうもねそんなことができる雰囲気ではなかったので、おとなしく目的通りにもつ煮を食べてすごすごと撤収いたしました。なのでね今から適当にコーヒー飲めるとこなんかを見つけて一杯コーヒーを飲んでから帰ろうかと思います。というわけでね、季節外れの陽気につられてもつ煮を食べに出かけてみましたというお話でした。ではまた。